で、もう一個ね、そのウィーグルっていうのはフリッグと音似てるでしょ。ね。まあ、フルサグとも音似てるし、藤原とも音似てる。で、フリッグっていうのは空から降り注ぐっていう意味です。ね。で、もともと空から降り注いだのは、その牛の精子だったから、犬の精子やカラスの精子より前に。ってことは、その、フリッグの象徴、牛ってことになるでしょ。例えば、大牛のことはウル言うけどね。で、世界初の都市国家はウルク。その後にできたのがウル。ね。要するに、まあ、大牛って意味なんですけど、ルーンでね。その、あの場所はじゃあ牛だったのかっていうと、あの地下にあるわけ。要するに、牛の精子由来の大陸があったんです。その、重要地点がやっぱりあったわけ。ね。それは、ビガハンのその、ワルメちゃんの近くです。じゃあ、さらに割れていくわけよ。アフリカ大陸交代っていうのは。ね。ユーラシア大陸を割っていくわけ。で、まあそんなこんなで、まあ、下の大陸の中心である。要するに、ビガハイのワルメちゃんの上についちゃったから、牛の精子が。これはやばいって言って、犬の精子を急遽投入したのが、ユーラシア大陸になって、牛をやっつけるわけね。だから、ウルクはもう牛をやっつけろって、牛を苦しめろって、実は。ユーラシア大陸の首都がウルクって意味で、わかる？ウイグルじゃなくて。で、ウイグルはウルクの光って意味だから、ね、シュメールのウルクっていう町は本当に尊敬に値する町だって。いう意味でもあるな、ウイグルっていうのはね。つまり中国文明っていうのは、メソポタミア文明から見たら、弟と、っていうことになる。なんだかと、くさび型文字はね、中国が最初じゃなくて、中東が最初やね、実は。ただね、そのくさび型文字のね、原型となる、液経文字。これは中国が最初。王林が当時、中国大陸に渡って作った、液経文字で。あれで、説明しようとして。数学民族作ろうとして。王林を、中国に。まあ、日本列島も先手に取ったけどね。で、その前の文字はどうなったんですか？って言ったら、まあ、うちの思い出した、うん、雨文字な、ね、雨文字。まあ、日本の古文書とかの、今ではとんでもないって言われてるけど、日本の古代文字なんかがその系統や。アトランティス文字の系統や。だからアフリカの文字と似てるはずや。だってアフリカ人だったもん、アトランティス文明人って。黒人や、ね。で、結局その、ウルクで、その、なんとか牛を剥がそうと。というか、牛のね、精子を無効化しようとして、犬の精子。ところが、その地中に潜った牛が今度はハエになった。確か、アブナブジか、そのあれ。ウジムシ。ウジムシになっていった。大変なことだったの。二枚、大陸を重なわしたウジムシが発生したみたい。それがベルゼバブ神話となり。で、それを、地中の牛を、すなわちアブを空に返そうというのが、その植物がハス、レンコンのレンゲ、レンコンの、あのハスや。なんか、牛をいかにも栄養分にしてますみたいなレンコンや。でも、牛の毒素は許さないみたいな。ね。だから、レンコンの間には牛が多い、本当はね。でも、負けへん。レンコンすっごい猛毒だ。それね、シリカ成分を取りすぎてる人、お米のことやけど、は、臭酸に弱いよ。絶対そう思う。化学反応を起こしてんの。それが、尿結石。シリカ成分がね、カルシウムとシリカが入ってるでしょ。お米には他の穀物よりも。それが、臭酸と反応しすぎるね。実際、沼を作る。稲も沼に入る。レンコンは臭酸だ。で、泥は、実は、レンコンの分泌物が、沼を泥に変えていくの。で、臭くしていくの。で、愛知レンコンの系統である門真レンコンは、その、大阪の、大阪商人たち、今の大阪財界みたいな、大阪商人たちが、藩のね、お米、余った米を、いやいや買い取ってて、幕府の命令で。これが幕府が藩を手なずけてた、最大の経済的命令。
米余るやん。大阪城にももういっぱい。岩清水にもいっぱい。もう入れる場所なくなった小米を。で、周辺にも払い下げしとって。ただで渡して。あるいは、お金払って持って行って持ってて。門真なんか金持ってて。しかも米も引き取ったって。立ち上やからな、大阪門真。歴史もあるし。で、そういったの商品作物を使って、風前の美味って言われる、門真レンコ。愛知レンコンをさらに美味しくした味が誕生した。な？で、そんな収産少ないね、実は。米を、小米を肥料にした門真の沼。もともと沼になっていった河内湾が河内湖にある。そこでレンコン育てたわけ。ね、愛知レンコン育てたら門真レンコンになりましたって言うんですよ。まあ、いろんな系統、あと、交配をしてるって言われてる。加賀レンコンや岡山レンコン。と、まあ、愛知レンコンを見るんですね。そんなのはいいこと言われてるけど、めちゃめちゃ美味しいで。まあ、料理の鉄人が使った味やか。それは、愛知レンコンうまい。うちは愛知レンコン食べるって、門真レンコンみたいな高いの。変わらへんし、こっちとこっちではないし。味違いますかって言ったら、その後も料理しないやんか、そんなん。とにかく、その、アク抜き線で済むって言ったら、愛知レンコンと門真レンコンはそういう気やん。ただ食べ方によんで、アク抜き線のあかん食べ方。それともう一個な、うち、米少ないから。てか、穀物あんまり食べへんから。あんまり意外と。スナック菓子以外で。カップラーメン以外で。じゃあメインの炭水化物うち芋やから。だから、週3のお金が少ないはずやで。そして、肉食も米とバッティングする日じゃないでしょ、あれ。な、だからその成人病にはならへんな。米減らして。米以外で、米も食べなあほんなんで。でも米減らせ。米って薬草やから。薬草を主食にするんだ。病気になるぞ。な。そんなわけで、でも米は大事やって言って、なうち古代米育ててるから。ありがたく。今まで大きいと。な？そうね。米、ありがとうね。稲子、ありがとうね。うちのガーデニングしてるけど、外で。外で家の前。ん？バッタ稲子だらけで、いろんな珍しいバッタおんで。来てんの。な？ちゃんと感謝してるやろ、そうやって。米に、稲に、スタジオに、稲子にバッタに。ん？ほんまに。みんな感謝もせずに、何回文句言ってんの？で、人のせいにしてんの？適当に通納そうとさせてんのか、今。もうろくでもない猿やな。猿こそ死ぬ。ほんで、結局、アブ、ハエの問題は、その中東ではベルゼバブという神になり。そして、アブを何とかするもの、薬草のことをバーク。で、そういう薬草を入れるための秘釈もパーク、ね。そして、いつしか武器もパーク。つまり、本当はお茶やったけど、パーク。あ、もう、ブーンの、ブーンをなんとかするのがパーク。ベルゼバブってハエって言われるけど、ハエの王って言われるけど、実は薬草の王やん。ブーンをなんとかしてくれる剣じゃん。本当はな。で、それでいつしか武器のことにもね、最後は雷撃などのことにもなっていった。ね。神のバールだった。神の稲光。稲光。稲に、つく虫、しかもハエ、しかも地下世界、牛の主食である稲。米はね、別にずっとないから。普段は稲の状態でしょ。ね、牛みたいな。で、牛が増えすぎたら、肉食動物が倒してくる。中東やったら、特に言うのが、ライオン。ライオンって猫かい。で、猫が悪く言われもないし。で、北の方やったら狼だ。な、増えすぎた鹿を食べる。な、植物食い尽くしようね、気をつけんと、連中。な。で、そんなこんなけど、だから、その、大陸問題って非常に、困ったものでもない。で、それともう一個ね、そのウイグルがスプリッグ等と似てる。で、その、中東の方のかね、じゃあ何やったかって言ったら、まあ、オーディンの土地か、まあ、ラディアね、アルマンの土地、諸女アルマンの土地ね。だから、最初の恐竜も R っていうメッセージ。で、
食動物のメスのこともウルじゃなくてアルって言うんですよ、ね。例えばアトリとかね、あっちのことね。そういう場合ですよね。で、アール、アール。で、直立したものを L って言うんだけど、ただ二足歩行の方を L って言うね。で、四つ足の方を R、四つ足の女性のことを R。で、直立してる方は、それに対しても女性じゃなくて男性格を考える。まあ、それはなんか分かったね。で、L って男性。R は女性。あ、そうそう。で、フリッグとオーディンでその交代儀式をするわけだから、だから、ユーラシアの語源、ウルク。まあ、ウラニア。ウラニア文明がウイグル文明と交代するという説明にもなる。つまりヨーロッパ主導の文明というか、まあ、西方世界主導の文明が東方世界主導の文明。ということで、まあ、じゃあ、ただその狂言回しとして、私ともアトランティスが登場した。アメリカがね。第3の大陸。第4の大陸はもう、第一の大陸はユーラシア大陸の下にある、まあ、ウルク大陸。まあ、歩く、ね、ミノタウル、ね、ミノ大陸。で、その上にティタンと落ちたのが犬の戦士。で、結局その、牛大陸の残骸がまあ昆虫を司るインドの大陸。だから牛の残骸。だから牛大事にしちゃうから。で、じゃあって中東で豚を大事にした。で、結局その、アトランティス、両方とも滅んだ後は、まあ、日本はなんか猛核やねん。だから、日米が、その、衰退して、ほんで、中国、ロシア、モンゴル、で、東南アジア、などが、その、アジア中心の文明に交代するの。こうやって、交代してきてんか、実際に人類の歴史。な。で、真ん中の地帯は、ああ、そうって。じゃあ、そうしたらって言って、どこかって。ペルシャ、カルディア地方。で、存在されたらいいじゃないですか。